侵入者を排除しろ。待て、スパイダーマンを捕捉した。あいつ消えたぞ。手を持ってもいい射撃。どうしては危ない。本日は私が襲ったようになる。もう一度しろ。ターゲットを落とす。ターゲットを落としてる。攻撃成功。あとはリアクターを止めてみんなの健康を守るだけだね。相当ニューフォーム吸い込んだけどさ、将来子供に第三の目とかできたりしないよな。でも僕にしかできないことだろ。PC に情報残ってるかも。従業員諸君、毎日未来を想像するこの気分最高じゃないか。あっぶな。着地場所には注意しなきゃ。スパイダーマンには敵が多いと思ってたけど、まさかロクソンが敵になるとはね。ほんと予想以上に腐敗してる。なんとかしてロクソンを告発しなきゃ。もちろん正々堂々とな。僕だけじゃロクソンと戦えなかったよ。ありがとう。じゃあまた。スパイダーマン、よく凍えずにいられるね。サバ、子供がみんな忘れてないか。フワンザはヌグゾサバが原則だって。もしかしてそのスーツヒーター付き？すっげえ。スパイダーマンが通るよ。よ、ビッグニュース。ロクソンのラボが閉鎖されてリアクターの建造計画に支障が出まくりって。それビッグニュース。ロクソンは消えちゃいないけど大勢の人を守ったってこと。今度お祝いのホットドッグをおごってやるよ。楽しみにしとく。ありがとう。
諦めるなよ。アンダーグラウンドが通りでバトってる。電話くれて嬉しかった。一休みしたかったし。なんで？いろいろとあってね。実はさ、フィンの家族の店に行ったんだ。いるかと思ってさ。僕が着く前に誰かが争った跡があったけど。店の中入っていろいろ見てさ、リックのこと知った。気の毒に。他に何を見たの？手伝いたいんだ。本当のこと教えて。おばさんに怪我させて本当にごめん。新人スパイダーマンが現れなきゃ怪我人は出なかったのに。私を説得しようと思わないで。間違ったことはしてない。わかった。そう、まあそれが私の秘密。それで暇なかったんだ。で、あんたはどうなの？ああ、ほら、学校にフィーストのボランティアで。そんなのいつもやってたことでしょ。本当の理由は？本当の理由は、最近自分が背負える以上の責任を持つことになって、友達を遠ざけてたんだ。でも今日から変わる。フィンのクラブに加わりたいなって。来る？
チームかな。ああ、どうかな。僕もリックは大好きだった。フィンの気持ちはわかる。助けがいるなら手伝うよ。断るなら心配しないで、秘密は守るから。あんたってほんといいやつ。わかった、行こう。どこに？高いとこ苦手なのに。大丈夫だから、私がついてる。アンダーグラウンドに実力を示すの。フィスクタワーに着いたらやり方教える。キングピンのオフィスが隠れ家？あいつが刑務所に入って不動産が没収されたの。売却前だったからいただいたって感じ。おじけづいたわけ？ああ、平気。
どういうきっかけでアンダーグラウンドのティンカラーになったの？私は鍛冶屋みたいなもん。全部作ったんだ。マスクも武器もね。プログラマブルマター。そう。アンダーグラウンドがおじいちゃんの店に盗みに入った時に見られて契約したの。フィンの狙いはクリーガーだけど、彼らの狙いは？銃以外にさ。知名度。好き放題できるくらい存在を知らしめたかったの。でもそれって一人じゃロクソンは倒せない。来て。クレーンからあのバルコニーにジャンプして怖くないって示して。見られてるの？窓の奥から。みんな通る道だよ。ほら平気だってば。スパイダーマンってバレないようにやらなきゃ。よし、いい感じに見せよう。仲間入り。そう。でも油断禁物。みんな新人には当たりがきついから。ここで計画を練ってるんだ。ああ、計画ね。どうしてニューフォームを？積み荷盗んだんでしょ？容器をたった一個だけね。計画は調整中。とにかく今はここに馴染んで。わかった。ああ、戻ったの。ギャビンが探してた。今は無理。新入り入ったし。あっそ。すごい。全部フィンが作ったの？そう。武器さえ作り続ければ裏切られない。それプログラマブルマターの剣？新しい敵には新しい武器を。スパイダーマンの武器。今週の迷惑のゲストナンバーワン。下の階まで見せるぞ。説明すればいいわけ。休養ができたからここで待ってて。うん、オッケー。チャンス到来。ニューフォームの隠し場所を探り当てよう。ここに何かヒントあるかも。なんでティンカラなの？うわ、フィスクがブチギレそう。ここにあった秘密の扉と奴の秘密は全部見つけた。タワーのうちらのも。秘密の部屋か。危険な燃料を隠すのにぴったり。やっと俺たちの
おなじみのケース。これって物資のケース？ああ、どっかのクズが盗んでっから罠仕掛けなきゃ。受けて立つよ。リスクのテディベアない。デクトが喧嘩が倍になっただけ。あれがあくらと。お前いつ入ったんだ？レビルズブレスも出た。ルームストーンのとこに行ったら弱っちいって言われてさ。弱いのはどっちだっていうの。どっともどっちだったよな。あいつらのジャケットをズタボロにするのは最強の決めだぞ。ノブタさん消えれば敵はいなくなるな。マーティン・リーの手下の装備？そう、戦利品。リスクに代わって街を牛耳るなら力を見せつけなきゃね。デーモンを倒せるくらい訓練したんだ。どこで訓練してるんだろう。やっと計画実行か。マジ変な気分。橋の攻撃で注目されてるんだね。衛星上げなきゃ。ニューフォームなんかにうつつ抜かしてないで PR に力入れるべき。うつつ抜かすか。ここに持ってきたのかな。見回りって緊張すんだよな。みんな震え上がらせてやる。オリジナルのスパイダーマンはデビルズブレス止めなかった。すごいお金。新しいやつとあいつみたいなヘタレなんかどう思うんだ。あいつはうちらの金づりさ。下にもあるのか。期待できそう。1階にあるフィスクの隠し部屋使ってるのかも。休憩はおしまいだよ。グループには下の階で訓練しな。目的地決定。元気に連絡しよう。特訓の成果、ようやく発揮できる。ロクソンを倒した後も勢いをキープしなきゃ。誰からなの？あ、母さん。ほら、うちに帰れって。今すぐ？本気？ギプスつけてるから料理手伝わなきゃ。私のこと言った？ありがとう。あっちから出られる。すぐ戻ってくるでしょ？もちろん。下に秘密の階があるってことか。ガンケ、今通気口。よっしゃ、ニューフォームの隠し場所分かった？まだだよ。フィンが地下室に向かったから後をつけてくつもり。なあ、通気口を這い回るとき映画の主人公気分になってハラハラする鼻歌を歌ったりしないの？腕捕まってワニのいる檻に吊り下げられてガムの包み紙で爆弾作って脱出みたいなさ。何それ、ないよ。聞いてみたかっただけ。オッケー、吹き抜け到着。トレーニング中のアンダーグラウンドを倒したら秘密の部屋を探そう。おい、見ろよ。
Thank you.
てみる。まだいるぞ。オッケー。フィンの気配はゼロ。絶対どっかにはいるって。私は目的のあるアートを愛してるってフィスクがインタビューで言ってた。どういう意味？さあな。でもあいつの家でアートに隠された秘密の通路が見つかってるだろう。ってことは。そっか、なるほどね。見てみる。みんな秘密のドア持ってるよな。オリジナルスパイディが来た時に使うつもりだったのかな。もっと早いエレベーターにすれば捕まらずに済んだかも。スーパーヴィランはバカな方が楽だろうな。吹き抜けマジ騒がしいな。激しいトレーニングしてんのか。今回は逃げづらいんだ。3人も具合悪くなってんだぜ。3人だ。ニューフォームがどんだけ危険かは。危険は生じだったでしょ。でも病気になっちゃうよ。ハックできないなら抜けたら。アンダーグラウンドで抜けたれは必要ないと。今の聞いた？ニューフォームで体調崩してるって。しかも全然気にしてなさそう。ニューフォームは無事？移動できた？アップタウンのラボに。ガンケ、ニューフォームは移動したって。容器が安全かは分かんないけどね。なんか暑くて音も鳴っててヤバそうだった。スパイダーマンの力のせい。構造がおかしくなってる。触れなってみんなに伝えて。隠れ家だ。あのどれかにニューフォームが。クリアな数をくれたら絞り込めるぞ。得体の知れない代物なんだぞ。成分も出所も私の兄さんが作った。主任科学者でもロクソンに殺された。ロクソンを潰すまでやめるつもりはない。みんなは？聞く必要ないだろう。そう。
電気がいる。ジェネレーターに車のバッテリー、何でもいいから劇場に持ってきて。スパイダにしているっぽい。劇場はフィンが話してた。劇場？それってガンケ、まさかドラマチックいると思った。多分ジェムシアターだな。そこにニューフォーム隠したみたいだし、目的地決定。劇場に行くなら協力するぜ。アンダーグラウンドの隠れ家を調べるなら助っ人紹介する。サンキュー。隠れ家はトゥードゥーリスト行き。劇場着いたら連絡する。じゃあ俺はスピードノナゴンがクラッシュしまくる原因調べとく。フィンは今日の夜遅くまで劇場には来ない。アプリをチェックする時間ありそう。他の用事でもいいし、